これからは今釣った魚を料理したいと思います。イエーイ。私マジでやったことないから。そうなん、ちょっとさばき方教えてもらったら、うんね、うん、教えてください。はい、はい、千秋先生お願いします。千秋先生、はい。鱗取ります。はい、鱗取り、鱗取り、これすごい、これ100均なんだから、そう、全然100均とかでも。もこちゃんもできる？いや、これならできるの。やってみる、やってみる、うん、うわー、すげえ、初めて触った。あ、めっちゃ気持ちいい。うん、こう切るの？なんかね、ここのね、こういう感じで多分切ったら、こう、そう、ここ触ってみる。なくない？うん、ここかより。なあ、ほんまや、そう。で、その硬いとこに、グッて入れて、そう、ちょっと巻きで。こんな感じ？うん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 。で、お尻の穴があるのね。そう。そこに、なんか、向けて、こうの方で、こういう感じ。ああ、うん。おお、ほんまや。すごい、全然入れるじゃん。オッケー。おー、出た。結構動くあるね。あの、うん。え？あれ、こっちも。アジの塩焼き、いろんなやつのベラとか、うん、ベラとかカサゴの煮付けとカワハギのお刺身とカワハギの肝醤油、みんなでいただきます。いただきましょう、いただきましょう。それでは僕たちのいただきますで、はい、いいですか。いつもやってるいただきます、ね、大地の恵みと、大地の恵みと、これを作られた方の、これを作られた方のご愛念に感謝して、ご愛念に感謝していただきます、いただきます。この食べ物が、この食べ物が引っかかった、引っかかりました、完全に。私たちの体の中に入って、私たちの体の中に入って、自他ともに、自他ともにお役に立ちますように、お役に立ちますように、いただきます、いただきます。イエーイ、よし、お疲れ様です。いやー、釣ってから長かったね。長かった、マジで。ほんまに。お疲れ様でした。お疲れさん。お疲れ様でーす。乾杯。ちょっとこの刺身食べてほしい。自分で釣った川、カワハギ。カワハギの。あー。お。うん。え、肝醤油美味しいかもしれない。あ、そうなの、うんうんうん。肝やから。うわ、おいしい、ね、いきます。おー、うまや、ウニっぽい、ウニっぽいよな、おいしいね、ね、いい、ダーン、イエーイ。あ、ま、めっちゃ崩れる、崩れちゃう、よいしょ、さあ、よいしょ、あー、柔らかくておいしい、うん、柔らかい、うん、うん、旅する場所ってどうやって決めてるの？旅の場所か、うんうんうん、もうその時の直感とか、とは呼ばれたところに行くとか、そういうことが多いね。流れに身を任せる癖があるかも。へ、海外とかも、海外もそうやね、結構流れに身を任せるかも。来ないって言われたら、行きますみたいな。へ、海外で来ないっていうことあるんですか？なんか路上とか、うんうんうん、あのやってた時に、路上、路上パフォーマンスね、なんか、へ、はがき、ポストカード売ったりとか、うんうん、してて、その日のご飯代を稼ぐみたいなことをしてて、うんうんうん、そしたらなんかすごい日本人、日本好きのトルコ人の人がポストカード買ってくれて、うんうん、でその後、あなたたちどこに泊まってるのみたいな感じ言われて、ゲストハウスですみたいな感じで言ったら、うち泊まりに来るみたいな、言ってくれて、え、いいんですかみたいな感じで、そっから2週間ぐらい泊めさせてもらって、すごい日本が大好きな人で、うん、毎年ぐらい日本に行ってた、へ、うん、じゃあその人も嬉しいし、日本人に会えて、そうそうそう、へえ、なんか日本じゃあんまりそういうこと考えられない感じするから、うん、いきなり会った人を止めるなんてね、道端で出会った人、うん、
海外じゃ全然あるっていうか、うん、あることなんだ、うん、ありえるよね、うん、へえ。ここ行って価値観変わったとかあります？インドかな、一番価値観変わりそうだな、インド。やっぱそうなんだ。なんかインド行ったことある人がインドめっちゃ変わるとか、うん、なんかインドは変わるって聞いたことあるけど、やっぱインド何が変わった、うん、なんか自分で変わったなって思うこととかあります？ジョイちゃんある？まあそうやな、結構その人の距離感とか、フレンドリーさとか、うん、近くなるとかですか？めっちゃ近いから、うんうんうん、あ、こんなにこうね、見ず知らずの人でもフレンドリーに接して、うんうんうん、いいんだみたいな、あ、うん、俺らも逆に嬉しいし、その方が気さくに声かけてくれるとか、うん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 、私は、うん、インドでバス、長距離のバスに乗ってる時に、うんうん、なんかトイレに行きたくて、うん、そしたらたまたままあトイレ休憩の時間になって、うん、で、あ、トイレ休憩か、うん、ちょうど行きたかったからよかったみたいな感じでバス降りた、うん、降ろされた場所が、うん、野原みたいなところトイレじゃないみたいな、そうそう、もうだだっ広い、草むらみたいなところで、で、みんなずらずらと降りていって、うん、みんなどこに行くんやろうなと思ったら、なんか自然と男女でこう分かれていって、うん、でも別に何の壁もないし、何の塀もないし、うんうんうん、ちょっと距離、まあ、ちょっとバスからは見えないかなぐらいの距離まで歩いて、うんうん、みんなお尻プリンって出して普通に用を足すみたいな、うん、で私どうしよう、でも今もう、うんうん、マジかいきなりみたいな、うんうんうん、これでもトイレいませんかったらきついよなみたいな思って、うんうん、そこで今までの自分やったら、うん、多分トイレ行かんかったと思うけど、日本やったら、うんうんうん、そういうシチュエーションがまずないから、うん、でも行くしかないよなっていう状況になって、うん、そう草むらで用を足して始めて、うん、そのだだっ広い、もうなんか普通に人がトイレしてるのに見えるみたいな、うん、もうまっすぐやから、うん、なるほど、なんかそのなんかそこはすごい自分的に変わった、うん、なって思う、うん、うん、だそういうのに対しての抵抗っていうのが、うんうん、なんかメンタル強くなったとはまた違うよね、なんか、うん、なんかちょっと殻を破るみたいな、あ、うんうんうん、あ、そっか、うん、確かにそうだ、なんか、うんうんうん、ちょっと一線超えるというか、うんうん、そのライン、うん、ここ無理やんって、私がさ今日虫触れやんかったのもそうだった、うんうん、一線をちょっと超えれてない感じ、うんうん、そういう意味ではまだ変われてないかもしれない確かに、なんか大ちゃん、大ちゃんってことやってたよね毎日何かが起こる、インドにいると、うん、へ、毎日絶対トラブルが起きる、うん、自分が絡んでたり、自分が絡んでなくても、うんうんうん、インド人同士も結構喧嘩してたりとかな、へ、だから俺らもよく喧嘩しちゃった、まあ、確かにそうなの、え、うん、でもそれこそあの、まあ、海外で喧嘩しても、うん、なんかもうじゃあいいやって言ってなんかどっか行くって言っても、うん、そんな一人で行けない、うん、じゃあ気持ち的にもなんか多分、うんうんうん、でも行っちゃうから、ここで迷子になったらどうしようみたいな、うん、でもモカちゃんは行っちゃうんだよね、気にせずずっと5キロぐらい歩いてで追いかける大ちゃん、そう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 、追いかける、うん、そうなんだ、うん、毎回こう喧嘩してたね、毎年喧嘩してたね、うん、年ごとにでも車中泊とかもめっちゃ、うん、狭いっていうか、まあその、うん、何、家とかに比べたら他の部屋があるとかいうわけじゃないし、逃げ場ないね、喧嘩したらどうするんですかもういつも、あ、でも逃げるな、逃げて、一旦距離を取ってから冷静になって謝る、うん、あ、うん、で、車に乗り込んで出発、そうそうそうなるほど、へ、うん、面白い、あるよね、うん、え、塩焼き食べ、お、食べてる、うん、1個食べた、おいしいね、海外でこの料理美味しかったとかあるんですか、そうやな、一番、もういろんな国行ったけど、うん、だいたいローカルの料理ほど美味しいんだよね、うん、本当に現地の人がめっちゃ小汚い店、食べてるとか、ドローカルの外でやってるような店、へえ、安いし、ハエがめっちゃ高ってるとことか、え、それでお腹壊したりすることはない、ほんとたまーにお腹ちょっと痛くなるぐらいだけど、うん、あ、へえ、ほとんどなかったな、へえ、そんな、そうなんだ、うん、結構海外って氷
ダメとか言うけど、なんか水ダメとか、そう、全然私らシェイクも飲むし、かき氷も食ってたし、そう、なんか路上で出てくる氷水とか無料のフリーのやつとか、全然飲んでた、飲んでた、へえ、多分免疫がついてったんかな、うん、旅してるうちに、それもあるやろな、うん、インドな、全然行ってないもんな、あれっきり、せやな、また行きたいな、うん、結構私らは南インドが好きで、なんか絶景がすごい多かったから、自然、あ、汚い、うるさいインド、うんうん、じゃない場所もインドの中にはあるから、うんうん、あ、へえ、その自然、自然が豊かな、うん、静かでみたいな、うんうん、へえ、そうなんだ、そういうのをレンタルバイクしてバイクでなんか巡ったりとか、そう、うんうん、ということで、今回は元アイドルの地域おこし協力隊、うん、はい、尾鷲の池間千秋ちゃんと、はい、そしてセカさんのコラボレーションでした。イエイ。